ASMR の Tomoki ですということで、今日の動画はこちらです。これ何っていう感じなんですけど、でね、後ろにもなんかいろいろと並んでるんですけど、今日はですね、こちら椅子の話をしていきたいと思います。はい、椅子です。椅子、まあね、後ろに並んでるこれも椅子ですし、まあこれもね、100均に売ってたものなんですけど、まあですね、この間の土曜日の生配信でも言ったんですけど、僕最近ね、こういうあのちっちゃいサイズのミニチュアのフィギュアを集めるのに結構ハマってて、まあジオラマですよね、ジオラマで、まあやっぱりね、フィギュア、僕がね、普段遊んでるこういう12分の1サイズのフィギュアと並べるために、まあ、こういうね、ちっちゃい椅子とかを集めるのにハマってるので、今日はね、この椅子を紹介していきたいと思います。まあこの間からね、こういうジオラマシートの話、背景の話だったりとか、今日はね、この椅子の話とか、もう結構マニアックなね、誰もやってないような内容の話をしてるんですけど、まあね、もし興味があったら見ていっていただければなと思います。それではレッツゴー。で、まあ、椅子の話ということで、なんで椅子が欲しいかっていうとですね、やっぱフィギュアをさ、こうやって座らせたいじゃないですか。こういう風に、こういう風に座らせたいと。まあ、座らせたいんですよ、なんかね。なんか座らせたいなっていう時に、やっぱ椅子が欲しいなと思って、こんな感じでね、カリモク60。これは、フィギュアを買いに行った時に、おもちゃ屋さんでね、たまたま見つけたものなんですけど、こういう感じで、ミニチュアサイズのね、こういう椅子が売ってたので、これを買ってきました。で、これのちょっと後にね、今ですね、ちょっとセリア、100均でね、話題になってるこちらの12分の1スケールのこういう椅子があって、こういうのがね、最近セリアで発売されたっていうことで、なんかツイッターとかでね、話題になってたんですけど、まあ、これもあったので、これも買ってきました。で、まあ、こっちはね、ちょっとどうしようかな。動画を開ける意味はあんまないと思うんだけど、ちょっと長くなって、この椅子の話でね、1個の動画が長くなってしまってもあれなので、これはこれでね、またちょっと別で動画作ろうかなと思ってます。なのでちょっと100均の椅子は一旦置いておいて、今日はね、このカリモク60の、このカリモク60であってるのかな、読み方もあんまわかんないけど、カリモク60のこのね、家具、この辺を開けていきたいと思います。まあね、この100均のやつね、めちゃくちゃこう可愛くってさ、シンプルながらめちゃくちゃデザインよくって可愛い椅子なので、これで十分成り立ってるんですけど、やっぱね、リアルな家具っていうことで、このカリモク60は同じしっかりとね、質感も再現されたフィギュアが入ってるっぽいので、これはね、すごいいいんじゃないかなと思います。で、後ろに説明書いてあって、カリモク60、日本のロングライフブランド、カリモク60、60か分かんないけど、カリモクですよ、カリモク。皆さんもね、聞いたことあると思いますけど、やっぱ家具ブランドで、ちょっとね、ハイブランドな家具ってことで、僕もね、店頭で見に行って結構驚愕するね、値段の家具が売ってたりするんですけど、まあ憧れですよね。僕の家はね、ほとんどニトリとかで揃えてるんですけど、まあその何倍かするね、金額の家具っていうことで、まあ本物はね、買えないけど、こんな感じでちっちゃいカリモクは買えるっていうことで、こんな感じでね、あったので買ってきました。で、ラインナップもね、結構あって、こんな感じで一人掛けのソファーから二人掛け三人掛けぐらいのね、大きいソファーまで結構幅広があるよね。で、ちょっとこう質感のね、高いこういうソファーと、あとは椅子と机、こういうセットになってるものとか、こんな感じでいろいろね、ラインナップがあるので、まあこれね、クローズドパッケージなので、このうちのね、どれが入ってるかわからないんですけど、それをね、ちょっと今日は楽しみに開けていきたいなと思います。で、まあ僕の狙いとしては、やっぱりね、フィギュアを座らせたいっていうのがあるので、まあ、椅子が出ればね、嬉しいんですけど、できればね、この大きめのソファー、このどっちかがね、出てくれればいいなと思います。まあサイズ感がまだどんなもんかわかんないけど、できればね、フィギュア2体とかここに座らせたいなと思うので、いやー、この辺をね、当てていきたいと思います。じゃあもう早速開けていきましょう。なんか最近ね、ほんとこういうジオラマとかをすごい調べるのにハマってて、でジオラマってね、結構意外と高いんですよね。だからまあ100均とかでね、出てるものをたくさん集めるのがいいかなと思うんですけど、あとは自作するとかね、だからこの辺の椅子とかもね、こういうフィギュアで出てくれてるのはすごい嬉しいので、まあ、ちょこちょこね、見つけたら買っていきたいなと思ってます。ちょっとなんかテープが厳重だな、ちょっと箱が厳重すぎてね、なんか雑な感じで開けちゃいました。いやー、こういうのね、開けるのは初めてだから、どんなのが入ってるかもちょっとわかんないんですけど、早速ね、1個目取り出していきましょう。いきまーす。せーので、よいー。はい、あ、やった、椅子だ、椅子、ソファーですね。おー、すごい。結構質感高いんじゃない？開けましょう。よいしょー。はい、こんな感じで出たのはこれですね。ロビーチェア、ワンシーターのスタンダードブラック。ブラックの方が出ました。わ、すごいこれ。でも欲しかったやつだ。質感めっちゃ高くないですか？いや、めっちゃいいこれ。いや、僕ね、これなんで欲しかったかっていうと、やっぱね、座らせるといえば、社長室に、ね、置きたいんですよ。社長室とか、課長室に置きたいと思ってて、やっぱね、こういう、
サイズはちっちゃいんですけど、でもちゃんとね座らせることができますね。おー、いいじゃん。かわいい、かわいいですね。こんな感じでサウザを座らせることができますね。おー、いい感じ、いい感じ。いやだからここでさ、ちょっともう犬も一緒にね寝てる感じにして、こうやってさ、ほら犬と一緒にこうソファーでねくつろぐサウザーみたいな感じで、こういうことをねやりたかったんですよ。いや、いいね。1個目はこれでした。黒いねあのソファーということで、いやでもこれ自体の質感がねめちゃくちゃ高くていいですね。まあでもね、ちょっとレザー調なんですけど、物自体はねプラスチックなのでこんな感じの質感なんですけど、でもなんかね結構マットな感じの仕上がりで、おー、ソファー自体がね結構クオリティ高いですね。いや、やりたかったやつ、これこれ。いや、いいですね。で、中にはカリモク60のこんな感じでパンフレットみたいなのが入ってるんですけど、あ、ラインナップがこんな感じで並んでますね。おー、それぞれのね説明とかもあって、カリモク60の説明とかあるんですけど、なぜかね、なぜか2枚入ってました。なぜ2枚入ってたんだろう。よっしゃ、この調子でねもう1個も開けていきましょう。これちょっと箱の厳重さだけはどうにかしてほしいな。ちょっと今回は下から開けました。じゃあ2個目いきます。いや、長めのソファー欲しいな。いきます、せーので、はい。あ、来たんじゃない、これ来たんじゃない。あー、来た、ソファーだ、ソファー。あー、やったー。これ組み立てだ、組み立て式でありますね。よし、ちょっと組み立てよう。よいしょー。おー、待てよ、これ質感すごいぞ。あれ、これさ、なんか全部プラスチックかと思ってたけど、あ、やべえ、これモフモフだ。ちゃんとモフモフ素材が使われてますね。わかる？肌触りこういう感じ。あ、めっちゃいいじゃん。本当だね、ソファーみたいな質感になってますね。あー、でしっかりこの縫い目でね接続すると、これをガッチャンとして、あ、接続もね目立たなくなって、ここがちょっとわかるか、ここが目立ちますけど、で、あとは足のパーツを普通に取り付けるだけ。ここのところに接続穴があるので、ここか、ここにつけると、あー、でちゃんとねこんな感じで手をね置くところもある。ひし掛けもあって、両サイドこんな感じで組み立ててあげれば、はい、できました、完成。これで、これラインナップとしては、ゲーチェアの2シーターっていうやつですねの、モケットグリーン、モスグリーンって感じかな。苔っぽいね色味で、質感もねちょっと苔っぽく、あのベラは素材になってる感じで、めちゃくちゃ質感いいです、これ。わー、いいね、ちゃんと狙ってたね、2人掛けのソファーが出ましたね。いや、嬉しいなこれ。でもやっぱちょっとサイズ感はちっちゃいかな。あー、2人掛けできるかなと思ったけど、うん、SHP やつだったらね1人しか座れないし、ちょっとね椅子の高さも足りないかなって感じですけど、まあでも座れる。01とあと相棒ぐらいは座れるかな。01と相棒こんな感じで並べて、あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと犬に甘えられてるアルト社長って感じで、あできた、入ってきました、完成。サウザーカに遊びに来たアルト。あ、いいじゃん。社長同士ね、ちょっと仕事の真面目な話しようと思ったら、もう犬とずっと遊んでてね、話を聞かないサウザーみたいな感じで、おいって言ってるっていう。わ、めっちゃいいじゃん、これ。あー、座れましたね。よかった、これ、ちゃんとね、こう、カラーもね、2カラー出てくれたし、2種類のね、ソファーが揃ったってことで、おー、なんかまあ、統一感がね、ある方がいいかなと思うけど、まあでもこれでもね、2種類どんな感じかっていうのが見れたし、部屋にね、こんな感じで置いてあったら、質感としてもね高くていいんじゃないかなと思いますね。わ、めっちゃ満足、嬉しい嬉しい。ちょっとサイズ感はあれですけど、こんな感じでねソファーに寝そべらせることもできるので、犬とね遊ぶサウザーとかもこんな感じで再現できる。あー、嬉しいね。これは結構いい感じのねアイテムなんじゃないかなと思いますね。アルトもねこんな感じのソファー結構似合うから、いや結構いいラインナップが出てくれたんじゃないかなと思いますね。はい、という感じで今日は椅子の話でした。このカリモク60のねミニチュアフィギュア開けたんですけど、まあ今後もねこういうジオラマ系の